待て。まだ終わったつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。ふん。どれだけお前にいたぶられようが、最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ。ふん。俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろう。なるほど。ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。島の竜をひざまずかせることで私は人軍派に過去の遺恨を忘れさせることができます。我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。お前にこの俺を倒せればの話だがな。おいはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あなたに引導を渡す栄誉に私は今胸が躍っています。何とでも言え。約束は忘れるな。半純義。達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップに乗っ取るのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。余計な心配はしなくていい。ロングを。今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。Hey!
余興は終わりだ、ハンジュン。あ、兄貴。ユタ。余計な真似をするな！私に恥をかかせる気か。ユータ君を話しなさい。ナイフなど無用だ。お前らは何をしている？拍手で勝者を称えるのだ。桐生一馬を、このハン・ジュンギを倒した堂島の竜を。素晴らしい。そして何より美しい。ジングオン派の古い人間たちがあなたにこだわり続ける理由がよくわかりましたよ、桐生さん。それがお前のスポーツマンシップってやつか。男として美しくありたいだけです。それを貫く姿こそが私にとっての戦いであり、勝利であると固く信じています。あなたに敬意を。ご心配なく、約束は守ります。